座席指定権とは、座席を指定することによりその座席を確保する権利を持つ証券の一つである。一般的には、交通機関やホール、劇場等で日時や座席を指定して発行される切符を指す。競技には、乗車券、特急券、入場券等と別立てで座席の指定のみを行う、券面を指すが、講義には、そのような券面のみならず、座席指定も行う乗車券。 特急券、入場券等も含められる。鉄道以外の公共交通機関の場合、定員を超える乗客を乗せることが法令上を禁じられている。したがって、それ以上の乗客があった場合、内視はそれを見込まれる場合に発行する。発行の可否は、最終的には、当該交通機関運営者に委ねられているが、交通機関運営者が認めた場合に、 一人ないしは一組をもって一つの座席を指定して発行する。鉄道の場合、列車の種類ないしは予定の有無により発行される場合がある。普通列車の場合、一般に列車、座席の指定をされないが、団体旅行の場合や一部の観光列車の場合には、列車、座席の指定をされることが多い。団体旅行の場合では、校内整理などのためであるが、 一部の観光列車の場合には座席の確保という点でサービスとみなされ、これの対する対価として徴収する場合が多い。協議には乗車券、特急券、急行券等とは別立ての座席指定を行う券面を指すが、講義には特急料金等に座席指定が放含された特急券等を指す。ただし講義においても運賃に座席指定が含まれて、 乗車券が座席指定を行う場合はごく一部である。新幹線の指定席券指のみ券、JR の場合、競技には、急行列車及び、普通列車の普通車指定席の指定席券のみを指す。JR の急行券は、券自体には座席指定の効力がないので、急行の普通車指定席を利用する場合は、急行券とは別に指定席券が必要となる。また、 普通列車の普通車指定席を利用する場合も指定席券が必要となる。新幹線を含む特急列車で普通車指定席を利用する場合は特別急行券の一種である指定席特急券が優等列車、普通列車を問わずグリーン車の指定席を利用する際はグリーン券の一種である指定席グリーン券が寝台車を利用する場合は寝台券が必要である。 講義にはこれら座席を指定する、切符全体が座席指定権と言える。指定席特急権、グリーン権、寝台権については、当該項目を参照のこと。基本的に定員制を取るホームライナー等のライナー権、乗車整理権も列車によっては席番が指定されているので、この場合はライナー権、乗車整理権を事実上座席指定権の一種と、 みなせるが、JR 旅客各社の営業施策上、ライナー券、乗車整理券は指定券に含まれていない。新幹線や特急列車に乗車できる特別企画乗車券では、購入時は座席が指定されておらず、乗車前に座席の指定を受けてから使用する。この時に発行される座席指定券を指のみ券と呼ぶことがある。また、 新幹線で改札を出ずに列車以上を乗り継ぐ場合も全区間の特急券と指のみ券を組み合わせて発行されることがある。この場合、特急券には指定券発行が表示される。自動改札を通る際は乗車券と特急券の見通す。歴史、JR の急行列車並びに普通列車の座席指定料金は1958年に設定された。 ただし、それ以前より、以下の列車、車両については、以下の通りの事情があるため、座席指定制を採用していた。設定当初このような座席指定料金は、観光列車における座席の保証のために発行された。当時は3等級制度を採用していたが、一般に広く連結されていた2等車及び3等車に、設けた。設定当初は2等車と3等車とで料金に差が、 あったが、1969年の等級制度廃止により当社の後ろ身である、クリーン車では設定されず、普通車のみの適用となり、金額は制度上一元化された。1970年3月24日までは座席指定を受けた新幹線に乗り遅れた場合、その指定権は無効となっていた。同年3月25日より座席指定を受けた新幹線の発車後であっても、 当日中に限り有効性を認め、後続の新幹線の座席指定権へ変更することができる取扱いが始められた。1974年になり、地域、時期による価格変動を導入、通常期、換算期の制度もその際に制度中に含まれた。JR 分立後もこの料金制度をそのまま、基本的には引き継いでいるが、JR 九州が 蒸気機関車牽員による列車運行を始めた際に SL 列車については割高に設定するなど各会社により少しずつ変更されている。現在は原則当該列車が始発駅を発車する日の1ヶ月前にあたる日の10時から発売されている。指定席の料金新幹線含む特急列車に対する指定席特急料金は時期によって繁忙期、通常期、 換算機の3種類が存在し、蒸気と異なる。詳細は、特別急行券の甲中の、換算機、繁忙期を参照されたい。指定料黄金券、JR 北海道内の指定料金券 JR、北海道、JR 四国、JR 九州の自社館内で発売される。特急列車において、急行普通列車の指定席券と同様。 座席の指定のみの効力を持つ。自由席特急券と別に指定料金券を購入することで、指定席特急券と同様に、特急列車の普通車指定席を利用できる。また、特急の普通車自由席が利用できる、特別企画乗車券において、指定料金券を別に購入することで普通車、指定席を利用できるものもある。なお、 自由席特急券と通常の指定席券を組み合わせて特急の普通車指定席を利用することはできない。上記の指定料金券を発売していない区間において自由席特急券で特急の普通車指定席を利用したいときは自由席特急券を指定席特急券に変更する必要がある。私鉄の場合、運賃の他に料金が必要な座席指定制の 特別急行列車内誌は急行列車を設定している鉄道事業者のうち大部分がその料金中に包含されそのような特急券もしくは急行券が抗義のこれに相当するが多くの場合座席指定券の名称が用いられないしかし例外的に座席指定券の名称を用いる場合がある例として以下のものがあるバスの場合一般に 保安上高速バスについて座席指定制を採用する場合が多いが座席指定料金を運賃に含む方式となっており乗車券と別立てとなった競技の指定券制度は希少である。しかし一部のバス路線ではこれを追加する形で座席確保を行うものもあった。座席指定をされているバス乗車券マルス発券のバス指定券都市間バス国鉄バスにおけるバス指定券は 1969年4月に松山高知急行線の南国号において42便合計1648席をマルスに収容したのが始まりである。当時はマルスがバス指定券に対応していなかったため各便に急行料金の三角運賃表情報を付加する形式で発売を行った。同年5月からは同年6月10日より運行を開始する当明。 名神高速線の夜行便、ドリーム号における6便合計648席を収容したが、この時からは、運賃三角表情報を付加する形での発売となった。翌1970年7月からは、東名高速線の一部便において、団体予約を受け付けるために、エコー便として、マルスに収容したが、座席確保のみが目的であったため運賃や、 料金情報の収録は行わず、定数管理のみを行った。1971年2月からは、名神高速線においても一部便の団体予約のため、アロー便として、マルスに収容した。その後、分割ミニエーー翌年のバス事業分社化と同時に、エコー、アローについてはマルスへの収録は行わなくなった。また、1990年6月6日、乗車分から、 ドリーム号においては、バス指定券制度が廃止され、運賃の中に座席指定料金を含めるという通常の高速バスと同様の形態となったでの往復で利用する場合、運賃に座席運賃が含まれないため、バス指定料金分の差額を別途利用券として徴収している。その後も松山高知急行線南国号においては、バス指定券制度は継続されていたが、 2001年12月20日、限りで廃止となっている。観光路線と和田北線においては、夜行列車に接続した、と和田湖駅のバスとして、湖号、浅虫、号を運行していたが、バスの運行台数を決めるにあたっては現場での判断のみで行っていたが、乗客数が想定より多い場合に、バスの手配が困難になることもあった。このため、 バスの運用台数を早期に把握した上で、バスの運行台数を決定するために、1970年10月より、戸和田北線において、バス指定券の発売を開始した。その時は0円券で、戸和田北線に有効となる乗車券類を所持、または購入した際に発行していたが、空のバスが駅前で待ちぼうけになるのではと、部内で話題になったという。その後、 1975年2月からは、傍聴船、萩号、同年4月からは、とわだ南線と和田こ号も、同様の目的で、マルスに収容した。乗客数の把握が、最大の目的であるため、通常の指定権と異なり、満席になることはなく、乗客数把握のための乗車整理権という位置づけと、同様である。その後一時期、 バス指定券に200円の料金が設定されたこともあるが2010年現在では座席指定券部分は0円で発行となっている。また、蒸気以外にも国鉄 JR バスが運行していた定期観光バスにはバス指定券形式での発行を行う例があった。ありがとうございます。